最高の昼休みの過ごし方ベスト3。もこさん、25歳女性、仕事でお昼休みの休憩が1時間あるのですが、その中で午後に向けて気持ちを切り替える方法はありますか？はい、昼休みの過ごし方ですね。休憩時間の過ごし方と言ってもいいかもしれませんけども、午前中仕事バリバリやって疲れたって言って昼休みに入って、そこで昼休みの使い方によって午後からも集中力高く仕事ができるのかできないのかというところが非常に問われてくると思います。そのためにはですね、昼休みの時間の使い方というのが非常に重要になってきますね。カバサー的におすすめの昼休みの時間の使い方は、上時間術などでも推奨しておりますように、外食ランチですね。ランチを外で食べるっていうのをすごくおすすめしています。あるいはですね、お弁当みたいのを持ってきてる人は公園でお弁当を食べるとか、あるいはなんか会社の屋上とか、あるいは中庭みたいなところでお弁当を食べるということでもいいんですけども、オフィスの中から外に出るっていうことが結構重要ですね。できれば少し青空の下を歩いたりですね、するっていうことが大切です。なぜならば、逆に一番良くない昼休みの過ごし方、それは座り続けてるってことですね。座り続けると脳のパフォーマンスは下がります。立ち上がったり歩いたり運動したりすると脳のパフォーマンスは上がります。これ基本法則なので覚えててほしいですけど、だから長時間何時間も座り続けてると脳のパフォーマンスが下がってくるんですね。だいたいデスクワークをされてる方多いと思うんですけど、午前中例えば9時から12時までとか、午前中3時間ですね、ずっと仕事をしてるっていうと、ほとんど座りっぱなしだと思うんですね。多くの人はパソコンに向かったり、いろいろなんか書類作ったり整理したりみたいなね。そうするともう座りっぱになっていくと脳のパフォーマンスがガーッと下がってくるわけですよ。そこで家からお弁当持ってきましたよって言って、座ったままお弁当を出してそこで食べる。そうするとさらに座り続けてるわけね。さらに座り続けて上で午後の仕事が始まってまいりますから、脳のパフォーマンスはだだ下がりになります。なのでそこでちょうどよく立ち上がったり、程よく運動を入れていく、これ仕事中の過ごし方にも関わってきますけども、昼休みだと自分の自由に過ごせるわけですから、ちょっと外に出るとかですね、近くの何かご飯食べるとこまで歩いて5分とか10分、10分歩けば往復で20分歩いてることになりますので、ちょっとした運動になります。なので座り続けるというのが非常に良くないので、外に出てちょっとご飯を食べて帰ってくるっていうのがすごくおすすめな気分転換ですね。さらにですね、2つ目にありますけども、コミュニケーションって形になってきて、一人でご飯食べに行ってもいいんですけども、誰か友達とか同僚とかと一緒にご飯を食べに行くっていうことにすると、そこで会話が発生してきますね。コミュニケーション、会話、コミュニケーションっていうのはオキシトシンっていう幸福物質が出るわけですね。オキシトシンっていうのはリラックスにつながります。緊張を和らげてくれる、つまり午前中の疲れを取り除いてくれる、これがオキシトシンの効果ですね。先ほど言いましたように、10分とか20分散歩したり、あるいは青空の外を出るだけでセロトニンというものが活性化してきますね。だから外に出る、ちょっと歩くっていうのはセロトニン的なリフレッシュ、誰かと一緒にご飯を食べて会話を楽しむというのがオキシトシン的リフレッシュ、これが1番と2番って形になりますね。雑談っていうのを結構カバサー的にはお勧めしてるんですけど、皆様に。だから別に一緒にご飯食べに行かなくても、ちょっと立ち話とか、最近どうとか、元気とか、なんかいろんな同僚とか後輩とか先輩とかにいろいろなちょっと立ち話的な雑談をするみたいなコミュニケーション、これも癒しになるんですね。気分転換になりますね。なので昼休みの使い方として2番目はコミュニケーションという形になります。3つ目がスマホをしないっていうことですね。良い昼休みの過ごし方のベスト1と言ってもいいかもしれませんけども、いつも言ってますように、目を使うってことは脳をこき使うということになりますね。なので脳が疲れる、いいですか、視覚情報の処理に脳のキャパシティの8割とか9割を使っていると言われています。つまり目を使って皆さんパソコンとか見ながらね、仕事をされている方多いと思うんですけども、目つぶって仕事をしている人は少ないと思いますけども、大体の方は視覚情報の処理をしながら仕事をしているという方が多いですね。そうなってきた時に、仕事中にずっと視覚情報の処理をする、でスマホを見てるってことも間違いなく視覚情報の処理ですね。ゲームしたりするのも視覚情報の処理だし、何か記事を読んだりするのも視覚情報の処理でございます。なので休み時間とか昼休みにスマホをするというのは視覚情報の処理なので、脳を疲れさせる行動になるわけですね。いやいや、スマホしてると楽しいんだよ、気分転換になるんだよっていうことになるんだけど、楽しいっていうのはこのドーパミン的な幸福なんですね。つまり脳を興奮させるっていうことなんですよ。だから楽しいっていうのはこのリラックスっていう、のんびりするっていうのと真逆の脳の使い方になるんですね。だから別にゲームしたりスマホ見るのもいいとは思うんだけど、そのリラックスのための休憩時間の使い方としては全く真逆の使い方になってしまいますね。だからずっと視覚情報の処理で仕事を皆さんしてるわけですから、せっかくの休み時間ぐらいはスマホを手放すということですね。目を疲れさせない、目を安らげる、そのためには誰かとご飯を食べたりおしゃべりをしたりするというのが非常におすすめですし、例えば公園とかね、青空とかね、こういう
う後ろの木がね生えてるようなところをねちょっと歩いたり、あるいはそういう公園のベンチに座ってご飯食べるだけでも目が癒されるのと脳も癒されるわけですね。実際に緑の公園に座ってるだけでリラクゼーション効果が得られる、副交感神経にスイッチが入って血圧が下がったりするということもね研究として出ておりますので、昼休みの上手な使い方ねベスト3参考にしてほしいなというふうに思います。あくまでも原則なので、逆に言うと一番よろしくない昼休みの使い方はその真逆ですけども、ずっと座り続けるっていうね、運動不足っていうのね、あとスマホをやって脳を疲れさせるということですね、良くない脳の使い方という形になりますので、普段から覚えておいたらいいと思うんだけど、だから仕事中とかでもちょくちょく立ち上がったりですね、ちょっとトイレに行ったりとか、なんかコピーしに行ったりとかね、なんか書類取りに行ったりとかね、誰かと打ち合わせしに行ったりとか、会議室まで歩いて行ったりとかね、そういうちょっとした歩きというかな、立ち上がるとか歩いたりするっていうのはものすごく実は気分転換やそういうリラックスに役立っていますよっていうことなので、ぜひ覚えておくと皆さんの仕事午後からですねバンバンはかどるのではないでしょうか。